京福電気鉄道、京福電気鉄道株式会社、京福電気鉄道は、京都市内で、軌道事業、路面電車とケーブルカー及びロープウェイを運営している会社である。東証二部に上場している。戦時の廃電等政令により、京都電灯が解散するのに伴い、同社の鉄軌道事業を引き継ぐため1942年に、設立された、詳細工術。 京都市内で、軌道事業として、嵐山線と総称される、嵐山本線、北野線を、鉄道事業として、比叡山に上る、工作線、永山ケーブル、永山ロープウェイを運営している。かつては前期のほかに、同市内で、永山線、永田、永田と総称される、永山本線、倉間線の2つの鉄道路線も運営し、福井県内でも福井支社。 1992年7月以降は、福井本社を置いて鉄道、す事業を行っていた。永山本線、倉間線は当時経営状態が悪化していたことから1986年に永山電鉄に分離上としており、福井本社では、バス事業を2000年に子会社の京福バスに全面的に上とし、鉄道事業も2003年に越前鉄道に上として撤退したため、以後は、 京都市内での軌道事業と、鉄道事業、工作線、福井県での小規模な不動産業を残すのみとなっている。嵐山本線、北野線は、乱電と呼ばれ、親しまれており、2007年3月からそれが公式愛称となった。慶福の社名は、鉄軌道事業を行っていた京都と、福井それぞれの頭文字を取ったものだが、京都と福井を結ぶ。 鉄道計画があったわけではない。京都は、気温をはじめ夜間の電力需要が多く、福井は逆に織物工場が稼働する昼間の電力需要が多いため、互いの電力を融通するために、前身の京都電灯が建設した、京福送電線が語源となっている。当初は、阪神電気鉄道と関係が深く、車両や技術面の共通性も見られたが、1960年頃までは、 観光開発地域の競合をする、京阪電気鉄道と激しく争い、後に資本を受け入れ、京阪グループに入っている、2016年3月31日現在で、京阪電気鉄道が42.89%の株式を保有する、親会社。また、大株主として、関東財務局が0.94%の株式を保有しているが、これは、以前の個人大株主の死去により、 相続税の物納として、同社株式が収められたことによるものである。福井県内では、系列企業の三国観光産業、福井県堺市が三国協定上の施設を保有しているほか、越前松島水族館の運営も行っている。嵐山本線、北野線の利用者数のピークは1965年頃の1483万人であった。近年は、 2000年度に約720万人となった。あとは年間600万人台で推移したが、2008年度は地下鉄渦正天神川駅開業の効果にり702万人となった。しかし、2009年度は景気低迷や新型インフルエンザの影響などで676万人に減少し、2010年度も引き続き673万人に前減した。以後は、 回復基調にあり、2015年度は789万人が利用する。2013年4月1日からは、ランデントグループの京都バスの嵐山、佐賀野地区の路線が1日利用できる、ランデン、佐賀のフリーキップを発売している。京都バスは、2014年3月22日に、京都市バスと共に、嵐山、佐賀野地区を均一料金区間に編入し、 同時に、市バス専用1日乗車券カードを、市バス、京都バス1日乗車券カードに、改めて、嵐山、我屋地区でも、使用可能としており、さらに2018年3月17日に、バス1日券と解消、ランデンや市バスと連携した、料金区間の拡大や、IC カードへの対応など、交通機関としてのシームレス化を進めている。車掌は、 京都伝統の時代より使用されている、菱形紙なり分マークとなっている。ただし、京福グループ全体は、京阪グループではあるが、京阪グループの共通ロゴは使用されていない。配電統政令により、京都伝統が、配電事業を、関西配電・関西電力の前進、北陸配電・北陸電力の前進へ、発送電事業を、 日本初総電へ上渡し解散するのに伴い、同社の京都、嵐山線、北野線、永山線と、福井、越前電気鉄道線での鉄軌道事業を引き継ぐため1942年に設立され、同年中に、冒険の倉間電気鉄道、三国阿わ電鉄が合流した。1944年には、永平寺鉄道、丸岡鉄道も合併し、 1950年頃には、京都と福井で合わせて 120.9km もの路線網を要することになったが、車社会の進展に伴い1960年代から1980年代にかけて、福井支社管内の不採算路線、区間の廃止や、永山本線、倉間線を永山電鉄として分社化するなどの合理化を進めている。警福が近年まで、 保守的な経営をとっていた現れの一つとして、京都本社では1980年代まで詰め入りの制服を終電装置に、嵐山線は1975年まで終電部が回転するトロリーポールを、永山線も1978年までポールを途中から有事場のスライダーポールに交換使用していた。いずれもトロリーバスを除く日本の 鉄つ同事業者としては最後まで使用していたものである。2000年12月と2001年6月、福井の越前本線でわずか半年間に2度の電車同士の正面衝突事故を起こし、京福電気鉄道越前本線列車衝突事故を参照、国土交通省から福井地区各線の列車運行停止をぜられた。京福は事業継続が困難になったとして2003年に 福井地区の鉄道事業、越前本線、三国あわら線を廃止して撤退。施設を越前鉄道へ譲渡した。ただし、福井地区の鉄道事業は1990年代には、すでに赤字であり、1992年2月には、越前本線東古市勝山間と永平寺線の廃止を表明。沿線自治体の支援によって存続したものの、バブル崩壊によって、 阿ワラ温泉の定期通勤利用者が激減したことから、それまで顕著であった三国阿ワラ線も、急速に収益が悪化。このため、事故前から、全線廃止を含めた検討をしていた。越前本線からの撤退で、京福は、経営不安が表面化したため、2002年に保有する、永山電鉄の株式をすべて京阪電気鉄道に、売却している、親会社京阪による、 救済策とされる。これにより、永山電鉄は、京阪電気鉄道の完全子会社となった。なお、京福においては、過去にも1964年1月には、当時の倉間線で、正面衝突炎上事故を起こし、わずかその7ヶ月後の同年8月には、越前本線発坂付近で降りる各列車が、貨物列車に追突する事故を聞こえている。また、バス部門においても、 1985年10月に2階建て観光バスが中央自動車道においてガードレールを突き破り県道に転落する事故を起こし乗客3人死亡57人が重傷運転していた乗務員はその場で自殺するという事故を起こしている。軽復の事業はいずれも小規模でスケールメリットを享受できないことから収益性が低く 歴史的に経営基盤が脆弱になりがちである。このため、十分に安全投資ができず安全管理がおろそかになったのではないか、との指摘がある。各路線の運行形態、駅の一覧は以下の各項目を参照。線名の前のマークは、駅番号の線別ローマ字記号、嵐山本線は A、北の線は B を表す。京福電鉄の公式サイトなどでは、 嵐山本線と北野線とを合わせて、嵐山線、乱電と称されている。合併などの経緯により、路線同士が離れていたり、異なる路線規格を複数持つ、鉄道事業体は他にも存在するが、京福の参戦は、鉄道技術面での統一が全く行われず、電動貨車の乱電元線形、電でと線型のみ、共通車体、例えば300系電車をとっても、 嵐山線は、モボ301系。永山線はデオ300系。福一社は、ホデハ301系。その後、ハ白派に変更して、越前鉄道になってからは、MTG と車両番号が重複するどころか、形式記号までバラバラであった。嵐山線のボや福一社のホは、ボギー車を意味するが、この形式記号を使っている、鉄道会社は、現在極わずかである。 嵐山線と工作線の原油車は、すべて阪神電鉄系の向川車両工業製であり、分車された永山線も原油車は、向川車両製で統一されており、福井支社も阪神電鉄からの移籍車両を多く、受け入れていた。2002年の向川車両工業解散後、更新として、阪神車両メンテナンスを、設立は、新車が導入されていない。モボ101型は、 更新時の車体組み立てを担当した。塗装については、前線において上半分が薄茶色、下半分が緑色となっていた。1970年代に、京福バスが白地、茶帯塗装、京都バスも同一塗装を採用すると、福井支社でも比較的すぐこれを採用。微灯部分も茶色に塗ったり、同じ形式でも、 頭部を茶色に塗った車両と白に塗った車両が混在するなどの特徴があった。永山線でも永電分離後の新車に白地、茶帯塗装が採用されたが、現在は永電、越前とも全く新しい塗装が採用され、この塗装の電車は消滅した。乱電においても塗装簡略化を目的として2010年の開業100周年を木に塗色が 教師に変更されることになり、2018年6月現在で、図書化変更者が18両まで拡大されており、従来の図書記者は徐々にその数を減らしている。2018年6月現在で従来塗装者は301号、103号、1001号の3両のみ。車体デザインは大きく変更しながらも、全車が同一性能を持つという車両設計のもと、 1990年代後半になるまで MOBO101 系の主要機器類を踏襲した自動加速制御の釣り掛け駆動車を導入してきた。これは鉄道事業者としては異例である。だが最新の MOBO2001 型で WN 平行カルダン駆動方式や VVVF インバータ制御を採用するなど最新技術も多数採用している。ただそのためにモボ2 0 0 1型は 他形式との並結ができず、二両編成になる場合は2001号と2002号の組み合わせに限定されている。方向膜は MOBO501 系以降に搭載され、それまでの車両には運行標識を掲出して運行している。方向膜は MOBO501 型と MOBO611 系以降とでは、変更されている MOBO501 型にはワンマンの表示が入り、製造順に配列、 越前鉄道に継承されたものは、越前鉄道車両を参照。形式称号改定以後に在籍したもの。形式称号改定以後に在籍したもの。嵐山本線、北野線を通じて、大人220円、小人110円の全線均一運賃である。2017年4月1日、改定。駅員が配置されている駅では、自動券売機で普通乗車券を購入できる。 2002年6月30日までは180円、210円、230円の区間性運賃であった。スルッと関西加盟に際し、公社地のみのカード処理で済ませられるよう、2002年7月1日から均一運賃、大人200円、小人100円となった。これに伴い、不要となった各車両の整理券発行機は撤去された。定期運賃は距離性が維持された。 2014年4月1日の消費税率改定 5%8% の際は国土交通省近畿運輸局から上限運賃210円の認可を受けた上で適用運賃は200円として値上げを見送っていた。しかし2015年4月1日に適用運賃を210円とする値上げが行われた。さらに2017年4月1日に220円に 値上げされた。定期運賃も均一で全線乗車可能となった。2011年4月1日より IC 乗車カードのピタパと自社専用のランデンカードが導入された。ピタパ相互利用先のアイコカなども利用できる。アイコカについては2011年4月1日から京福でも相互利用でき、2013年3月23日からは交通系。 IC カードの全国相互利用を開始した。ただし、京福電鉄の駅及び車内では、チャージできないので、事前に他社局の駅などでチャージしておく必要がある。また、割引用マナコ、割引用早加券、障害者用にムかは利用できない、相互利用対象外。ランデンカードの発売額は大人2500円、デポジット500円を含む、友人駅、または、 社内で2000円単位でチャージでき、2200円分利用できる。チャージ額の有効期限は6ヶ月で、その後は無効になる。ただし有効期限が切れる前に追加でチャージすれば、チャージ残額全体の有効期限が6ヶ月後まで延長される。2002年7月1日から、スルッと関西対応カードが利用できるようになった。 京福電鉄では大人2000円券のみ発売している。カード処理機は路線バス車内に搭載されているものと同様のもので、有人駅改札口及び車両内の運転台後ろに設置されている。県面印字は、有人駅の処理機では、京福用大宮、京福片平辻、京福嵐山、京福白梅町、車内処理機では京福電鉄となる。 前期の4つの友人駅や、ランデン佐賀駅前の喫茶店、一部のホテルでは、500円、小に250円で、全線が1日乗り放題になる、ランデン1日フリー切符を発売している。1日に3回以上乗車すれば割安になるほか、付属のクーポンで、沿線車時や、観光施設で配管料、入場料の割引を受けたり、粗品の申請を受けたりすることができる。 あらかじめ購入して、後日利用する場合のために、通曜日は、スクラッチ方式により利用者が決めることができる。2008年からは、京都市営地下鉄の渦正天神川駅延伸、京福の乱電天神川駅開業を受けて、同年3月28日から、京都嵐山、琵琶湖、大津一でチケット、京都地下鉄、乱電一でチケットが発売された。このうち、 京都地下鉄、ランデン1デーチケットについては、各駅の近くの商店等に委託されている、回数券販売所でも販売されているほか、平成エンタープライズが運行する高速バス、VIP ライナーのオプションとして組み込むことができる。2010年3月27日から1年間、ランデン開業100周年を記念して土日曜日及び、年末年始、お盆期間の小2運賃が無料となる、 休日は、家族みんなで出かけようキャンペーンが実施された。紙の回数券、十一券編、発売額二千円、三ヶ月有効は二千十一年四月一日をもって廃止された。駅員が配置されているかどうかにより、乗降方法が異なる。ランデン天神川駅、渦正広高寺駅など、観光客や乗り継ぎ客が多い駅では、観光シーズンや、 通勤時間に職員が派遣されて、ホーム上で、運賃収受業務を補助することがある。小室ロ・ニ寺駅は、小室桜のシーズンのみ、出入り口に職員が派遣されて、運賃収受を行う。2007年から、乗客誘致策の一つとして下記に、妖怪電車が運転されている。有国以降、荒山本線と北野線に、臨時列車として運転される。 通常の運賃で乗車できるが妖怪の紛争をした乗客は50円で乗車できる。なお、一般乗車券や各種フリー乗車券では乗車できず専用の乗車券を必要とする。妖怪電車は車内照明にブラックライトを使用したり、様々な妖怪を紹介するポスターを掲示したり、車両に取り付けられている方向膜が青くなるようにされるなどムードの演出がされている。 一般の仮装客のほか、地域の街づくり組織も仮装して、参加協力するなどイベントの盛り上げに一役買っている。2011年の運行時は、全面方向幕部分には、妖怪電車の文字のシートが貼られ側方向幕は、団体表示の一方赤く照らされる演出がされた。2010年までは、嵐山本線市場大宮嵐山間を3、往復後、嵐山北の白梅町、 北の白梅町片平の辻サインと北の線にも乗り入れ運行されていたが、2011年は嵐山本線市場を宮嵐山間に往復の運転にとどまった。車両は基本的に、モボ611系、モボ621系、モボ631系のいずれかが使用される。2016年には運行10年目を迎え、 初めてモーボ21型が使用された。2017年からヘッドマークも新しいものに変更された。さらに2018年からはモーボ501型も運用可能となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。